はい、アメシャワードの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、200万円以下で買えるアメ車中古車、こちらダッチダート、こちらを紹介します。こちらの車両、2013年モデルのダッチダート、福島郡山のオルティスさん、ボディテックオルティスさんの在庫車両で、現在の車両本体価格145万円、来年6月まで車検がついてて145万円です。このダッチダート、2012年に30年ぶりに復活したまあダッチのダートなんですが、パッと見はですね、まあ、あんまアメ車感ありません。で、基本的にはまあアルファのジュリエッタのバッチ違い、そんなイメージの車で、ダッチダートというよりは、まあ、同じダッチでいうと昔のネオンが蘇ったような、まあ、そんなイメージのモデルですね。先にアルファロメオのジュリエッタのバッジ違いみたいな話をしましたが、まあそもそも2ドアハッチバックのジュリエッタに対して、こちらのですねダートは3ボックスセダンです。で、まあ見た目は全然違います。ボディサイズは全長が4671mm、全幅は1829mm、最後前高が1466mm。 2ドアハッチバックとセダンというボディスタイルの違いもあるんですが、全長全幅前高ともにアルファロメオのジュリエッタよりは一回り大きい感じで、このダッチダートなんですが、大柄なアメリカ人の成人男性が4人普通に乗れる、それぐらいのスペースを前提にデザインされているそうです。はい、ね、この車両基本的にはフルオリジナル、フロントにですねノーズブラー、まあこれはアメ車らしいと言ってもいいと思うんですが、このノーズブラーを装備しているぐらいで、あとはオリジナルノーマル状態を保ってます。今撮影のためにエンジンかけっぱなしにしてるんですが、すごい静かです。エンジンかかってるのかかかってないのかわかんないぐらいですね。はい、ホイールは純正の17インチアルミホイール、タイヤサイズは225の 45R17、 これは前後共通のサイズになります。タイヤの状態はかなり良好、タイヤの製造年数21年の26周、まだ2年ぐらいしか使ってないんで、このタイヤはまだまだ使えそうですね。この車両フロントとリアでタイヤの銘柄違いますね。リアタイヤは日東の555なんですが、このリアタイヤはですね、タイヤの製造年数が17年の8周、こっちの方が古いですね。まあ FF なんでリアもですね、そんなに減ってる感じもないですし、まあこれもまだしばらくは使えそうですね。はい、こちらエンジンは 1.4 リッターの DOHC インタークーラーターボ、マルチエアユニットです。はい、この 1.4 リッターのマルチエア、正規輸入されているアルファロメオのジュリエッタなんかと基本的には同じなんですが、スペックは若干違います。最高出力は 160HP で、最大トルク 249Nm。 まあパワー的にはですねそれほど大したことはないんですが、ボディ自体がコンパクトで軽いんで、もう必要十分という感じ。このダッチダート、まあ、他にも2リッターとか 2.4 リッターのエンジンもあるんですが、まあ、キャラクター的にはこの 1.4 リッターのマルチエア、これが一番合ってるような気がします。はい、でこの車両ノーズブラーを装着されてるんですが、ノーズブラーはですねこのボンネットの裏にこんな感じでバンドと、まあ、あとこのフックで留めてる感じですね。なんで、まあ、簡単に取れます。
はい、それでは内装インテリアを見てみます。はい、内装のデザインはですね、やっぱりダッジというよりは、まあ、フィアットとかアルファロメオとか、まあ、イタ車の感じが強いですね。で、内装フルオリジナルです。はい、こちらシート、シートはクロスファブリックですね。はい、でこのシート2013年モデル、もう10年前の車両なんですが、シートの状態は結構いいです。もちろんですね、年式内の経年劣化はあるんですが、まあ、ほつれだったりとか大きな傷汚れはありません。でこのシートさっき試乗させていただいたんですが、サイドもですね、足元もそこそこ体をサポートしてくれて、なかなかですね、乗り心地、座り心地がいいです。で、まあ、アメ車のシートにしてはまあちょっと小ぶりかなと、そんな感じですね。はい、こちら後部座席セカンドシート、セカンドシートは3人掛けになります。ね、この後部座席なんですが、まあ、最初にお話しした通り、成人男性2人が普通に乗れるサイズ、さすがに大人3人は厳しいんですが、大人2人であればゆったり乗れます。でジュリエッタあたりに比べると後部座席は少し余裕がある、まあ、そんな感じですね。はい、こちらインパネ、インパネのデザインはかなりシンプルで結構スポーティーなんですが、アメ車感はやっぱ薄いですね。まあ、どっちかというとフィアットとかアルファロメオとか、まあ、そんな感じのイメージです。ダッジだと、まあ、コンパクトセダンで特に高級感とかもないですし、スポーツカーほど極端ではないんですが、計器類がですね、緩やかにドライバーの方にラウンドしてます。でマニュアルトランスミッションのシフトノブなんかも気持ちドライバー向きに傾いてますし、まあ、なかなかスポーティーですね。はい、今ドライバーシートに座ってるんですが、まずステアリングホイール、ハンドルですね、まあ普通の円形なんですが、周りがこれレザー合皮なのかな、なかなかスポーティーで、このステアリングなんですが、普通にですねチルトだけじゃなくって、まあ、マニュアルなんですがテレスコ機能もあります。でかなりですね、ドライビングポジションを合わせるのは容易ですね。はい、じゃあちょっとエンジンをかけてみます。エンジンはクラッチを切ってキーをひねります。はい、もうエンジンあっさりかかりますね。で、まあ、エンジンかかった時の感覚、この 1.4 マルチエア、まあレネゲードなんかも同じですかね。で今ちょっとガソリン入ってないっていう表示が出てるんですが、まあ、特に気になる音、振動、まあ、表示なんかはありません。で、まあ、これさっき試乗もしたんですが、調子はすごいいいですね。はい、でこの車両なんですが、走行距離 81,551 キロ、2013年モデル、まあ10年前の車で 84,000 キロ、まあ年間 8,000 キロぐらい、まあ特別多くはないですね。はい、それではいつも通り軽くレーシングしてみます。空ぶかしですね。はい、まあすごい綺麗に回ります。でただ昔のダートとかからするともう全然違いますね。もうアメ車感はないです。はいはい、トランスミッション、トランスミッションは6速マニュアルトランスミッションになります。このダッジダート、この世代のダートはこの 6MT が標準で、まあオプションで、6速の DCT とか AT もあるそうなんですが、この車両はマニュアルで、このシフトなんですが、ストロークはそんなに短いわけじゃないんですが、もう1箇所ずつカチッカチッと入って軽くてすごい使いやすいです。でバックするときにはここのレバーを引っ張って、左上に上げると。で、まあこれですね、すごい運転しやすいです。で、このシフトノブ、ボール型のシフトノブなんですが、
まあ、一見ビレットにも見れるんですが、これクロームエッキで、これですね、ちょっと下の辺が剥げてます。でただこれすごい使いやすいんで、まあ、このまま使うかリクロームしてもいいかもしれないですね。はいはい。でオーディオとか純正なんですが、これですね、普通に日本の FM とか入ります。でまあ CD デッキで、せっかくなんで、まあこれは変えずにそのまま使いたい感じですね。でこの車両10年前の車両なんですが、内装やっぱすごい綺麗でシンプルですごい使いやすいですね。はい。はい、それではですね、2013年モデルのダッチダートラリー、試乗させていただきます。キーはスマートキーですね。でクラッチ切って、はい、でこのダッチダートこのハンドルなんですが、マニュアルですが、チルとテレスコ両方くっついてます。今フューエルローになってるけど、まあお店の周囲だから大丈夫でしょう。よいしょ。カードが挿入されていません。はい、じゃあスタートします。でギアバックに入れるときにはレバーを引いて左前、クラッチ軽いっすね。すんごい静かです。あ、了解しました。ありがとうございます。はい、じゃあお店の代わり、周りを軽く試乗させていただきます。ウインカーは左ですね。はい、ここすごい狭いとこなんですが、まあ、ボディサイズこれカローラぐらいしかないんで、もう日本の狭い道とかでも全然へっちゃらですね。このぐらいの坂でも二足発進できるんで、やっぱそこそこ力ありますね。で足はですね、どうだろう、まあ、硬からず柔らかからずそんな感じですね。でここちょっと坂になってんですけど、特にシフトダウンしなくても普通に登っていきます。でステアリングそんなにですねクイックっていう感じではないんですが、やっぱり普通のコンパクトセダンに比べたらスポーティーですね。よいしょ。はい、じゃあちょっと U ターン。排気音はですね、回していけば結構軽快な音がするんですが、低回転で走ってる限りはかなり静かで、まあ、やっぱり中身フィアットでアルファロメオだなと、まあそんな感じですかね。でこれですね、やっぱ下駄にするにはすごいんじゃないですかね。クラッチめちゃめちゃ軽いですし、小回り効きますし、で燃費も結構いいみたいですし、でその気になれば結構スポーティーな運転もできますし、でコンパクトなフォードはセダン、やっぱ使い勝手いいですからね。よいしょ。
ちょっと乗りたいかな。でまあちょっと法定速度内で軽く、まあこれは楽しいかもしれない。ちょっとここ路面が悪いんでカメラ揺れてるかもしれないんですが、全然乗り心地はいいですね。はい、まあ本当簡単になんですけど面白かったですね。でこれ145万円であればですね、全然いいと思います。今145万円だと軽の新車買えないですからね。でダッチのマークついてるアメ車ですし、アメ車なのに板車のフィーリングが味わえるという、ある意味一粒で二度おいしいみたいな感じで、この車はですね面白い選択肢だと思います。であとやっぱり希少性、並行輸入車しかないんで日本にほとんど走ってませんからね、あれ何の車だみたいな感じで注目も浴びると思いますし、まあ、これはですね結構面白いんじゃないですかね。よいしょ。はい、ありがとうございました。面白かったです。はい、こちら2013年モデルのダッチダートラリー、車両本体価格145万円。この車両はですねすごいいいと思います。個人的にもですねこれ下駄で使ったらすごいいいかなと。ダッチですんでアメ車ワールドの看板にも合ってますし、コンパクトでキビキビ走りますし、これはですねすごい楽しいです。でセダンですんで使い勝手もいいですし、これはですねすごいいいと思います。でアメ車ファンはもちろん、フィアットとかアルファロメオが好きな人にもこの車おすすめですね。来年6月まで車検残ってて145万円ですから、これはですねめちゃめちゃお買い得だと思います。はい、